よーし。だってよ、大変な役目を押し付けられたな。まあ考えても仕方がない。腹が決まったらいつも通りアジトで号令を。彼女がいるんだぜ。それでもいいなら。やれやれ。お？うん。よーし。さてと。メジエドは XA の予告を最後に表立った動きを見せてないから、 XDay に向けて何か準備をしてるのか。よっ。さてと。囚人 K を失格隊です。やめるな。ジュスティーヌ、お前、あなたの奇跡です。
これで相応の代価を得てはお持ちなさい。もう終わりか？なんだ。囚人を正しき道、新しく生まれ変わるのです。ふん、好き。ほほう、新たな姿へと。やめるのか？見るのですか？あなたの奇跡です。生まれ変わるのです。やめるのか？公正の時間。刑を執行したどるべき道は。過度な力は破滅。過度な力は破滅を招く。貴様では扱いきれない。過度な力は破滅を招きますよ。貴様に揃えられるのか？やめるのですか？更生の時間だ。改造の時間だ。スキルか。ほほう、こうなるか。さあ、生まれ変わるのだ。やめるの。ジュスティーヌ、お前の。あなたの奇跡です。国葬王の代価は手はお持ちなさい。葬王の代価はあなたの力です。囚人は刑を執行するのです。合体です。今のあなたに必要なものなのですか？引き継ぐ技能を選びなさい。いくらかは力を授かった。二人とも始めるのだ。生まれ変わるのです。このような結果に少々刺激が強いかな。やめ、もう終わりか？なんだ、せいぜいあがけよ。なるほど。
よし。しますいらっしゃいませ。どうする？助かる。頑張ったね。お疲れ様。おーい。うんうん。暑いな。やるか。
どれにするの？お登録を行うのですね。本当にいいのですね。あなたの奇跡です。これですか？このペルソナを引き手はお持ちなさい。終わりですか？なんだ、せいぜいあがけよ。ありがとう。そうか。よし。皆さん、私は私は ですが、ありがとう。よし。
ではまた。はーい。そうだな。そうか。お。よく選ぶのはいいが、やばいことには使うか。それがいいだろう。双葉の部屋にいつ乗り込むんだ。まあ予告状は持ってきてあるから。今までと違って予告状は双葉に直接渡すことになる。双葉に予告状を見せたらそのままパレスに向かう。準備してる時間なんてないからな。事前に済ませておくんだぞ。準備はいいんだな。双葉に予告状を見せたらその足でそのままパレスに向かうぞ。お、決めたんだな。我が輩の鍵開けの出番か。しかし双葉をどう説得するんだ。マス、少し聞こえが悪いけど、方法があるのか。難しく考えなければいい。双葉はパレスのことも私たちだったら心を盗みに来たって伝えればきっと開けてくれる。え、それだけ？双葉は心を盗んでほしいのよ。勇気を振り絞って私たちに接触するくらいだ。あの扉もきっと開けてくれるわ。そうだよね。話せば気持ちは伝わるはず。よし、じゃあ双葉を信じ。でかい目？なんだこれ、いつの間に。誰？私は幻聴？幻覚？お前いつまで自分のせいにして。私のせい。母の死のことだ。あの時目の前で何があったか、そして当時のこと。今なら捕ま
なぜ心の回答。それはお前は引きこもっているだけ。見て見ぬふりをして待っているだけ。ならば私は私何回も侵入して。マスターごめんな。間違いない、パレスの扉と同じだ。ねえ双葉いるんでしょ。返事があるとは思え。アリババいるんでしょ。チャットでも構わないから。心を盗むためにはここを開けてもらおう。そうしないと改心できないから。私たちを心の中のもう一人のあなたが開けてもらえと。あなた本当は開けたいと思って。そう、私たちは約束を果たそうとしているの。10秒。ただしマスターが来たら蹴破ってでも入るからね。時間よ。認知を変える必要があるのよ。念には念を入れた方。双葉が招いた形にしないとな。双葉開けて。よし。なんだこれは。医学、情報工学、生物学、心理学。こんな部屋にずっとこもっているの。双葉はどこに隠れて。押し入れ。あくまで引きこもるか。あの扉が開いたところで中でまた足止め。お宝の目の前に柵でもできてんじゃない。意味がわからないぞ。おっ、しゃべった。あなたの認知を変える必要があったの。そうしないと盗むこと。説明したところで到底理解。つまり私の認知が障害となっていて認知世界の核。え、理解してる。なぜ知ってるの。あなたお前アリババなんて名乗ってなんでややこしいことしたん。助けてほしけりゃ言えばよかっただろ。難しかったから。ん、あ、悪い。恥ずかしかった。私分かる気がした。助けてほしいって自分から。ねえ双葉教えて。認知世界のこと知ってたか。あ、そういえばマスター前に認知がどうとか話。マスターが問い詰められてた件とひょっとして関係あん。もしかして亡くなったお母さんが認知科学とかの研究を。認知科学な。科学の科じゃないぞ。なんか不思議な。急に食いついてきたな。だが認知科学。双葉教えて。返事がないな。今はやめといた方がいいんじゃね。そうね、死ぬなんて。待って、双葉ちゃん、お母さんは本当。ちょ、バカを。お母さん事故死じゃないの。どういうこと。育児ノイローゼ、本当にそうな。アン、あなたの心見させてもらった。マスターが語ってくれたお母さんと全然違うんだもの。あんたの口から本当のことが。殺したな。心が歪んでて思い出せないだけかもしれん。双葉ちゃん、私そのいろいろあって。さあさあ。どうしたんだ急に。あ、ほら心を盗みに来たんだけど
今ここで盗むわけじゃなく、開けてくれればそれでよかった。早とちりさせてごめんね。そんな風にしなくても。そうか、戻った。どういうことだお前ら。聞いて、違うの。こうする必要があった。認知世界を知ってはいるものの、改心の方。ねえ双葉、教えて認知世界のこと。認知する別の世界があるのは知ってる。お前ら行けるのか。ええ、そうよ。どうやって行くんだ。携帯のアプリを使う。アプリ。ねえ、情報を入力すれば認知世界に行けるわ。ああ、名前と場所と桜双葉、桜宗次郎た。双葉、あなたもしかして。持ってない。よかった。私も連れていて。だな、俺たちに任せとけ。じゃあ任せた。あ、そっちも約束忘れんなよ。あ、そうだ、こいつを読んでもらわねえとお宝が出現。ん？お前が用意してくれたやつだ。暗くて読めない。出てくりゃいいじゃねえ。恥ずかしい。なんだそりゃ。我が輩が見届けるから先に行ってろ。双葉、必ず読んでね。わかった。さくら双葉は大罪よって、我々がその歪ん。ダメ。よし。にゃんこ。そうだな。